バリー・ジェームズ・ダグラスは、スコットランド・グラス号出身のサッカー選手。イングランド・エフル・チャンピオンシップ、ブラック・バーン・ローバーズ FC 所属。ポジションは DF。リビング・ストン FC のユースチームを経て、2008年に、ダンディ・ユナイテッド FC で、プロデビュー。同年8月24日のストランダー FC 戦で、プロ初出場。2009から2010シーズンは、DF 登録ながら、 チームトップの8ゴールを決めた。2010年6月30日、ダンディユナイテッド FC と3年契約を締結。3年間で61試合4ゴールを記録。2013年5月28日、ポーランド・エクストラクラサのレフ・ポズナンと3年契約を締結。移籍2年目の2014から15シーズンは、リーグ優勝とポーランド・スーパーカップで優勝し、 二冠王を達成した、2016年1月、トルコスユペルリーグのコンヤスポールに移籍。2016から17シーズンは、国内カップ戦、トゥルキエクパスで優勝を経験。2017年7月1日、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC と2年契約を締結。加入後即先発で起用され、エフルチャンピオンシップで39試合5ゴールを記録。 チームは2017から18シーズンで優勝し、プレミアリーグ復帰に貢献した。2018年7月24日、リーズユナイテッド FC と3年契約を締結。加入1年目は、エフルチャンピオンシップで3位に入るも、昇格プレイオフで敗退。しかし、翌2019から20シーズンは優勝し、2003から04シーズン以来のプレミアリーグ復帰に貢献。 全所属のウルブズに次ぐトップリーグ昇格を経験した。2018年3月27日のハンガリー戦でスコットランド代表デビューを果たした。ありがとうございます。